い、じゃあ行きます、どうぞ。特別番組オービリン大学沖縄フィールドワーク、基地のある町のコミュニティパワーに学ぶ、イエーイ。はい、にぎやかに始まりました。この番組は2月8日から14日までの1週間、東京オービリン大学の学生たちが宜野湾市で行った宜野湾市民になりきるフィールドワークについて、4回にわたってですね、学生たちとお伝えしたいと思います。ナビゲーターは、フィールドワークのコーディネーターで沖縄国際大学非常勤講師の稲垣が お送りしたいと思います。よろしくお願いします。はい、じゃあまずは1回目なんですね、沖縄の文化あるいは宜野湾の文化を学んできた、学生たちにまずは登場していただきました、自己紹介をねしていただきたいと思いますが、じゃあ島田さんからいきましょうね。はい、どうぞ。オービリン大学の島、ごめんスイッチはい、どうか、こっち一回カットしてするんで大丈夫、はい、編集するんで大丈夫、はい、スイッチ入れましょう、うん、入ってる、上にやってるやつが入ってますか、うん、上が入ってる、さっきの回入ってないってこと、これ、うん、入ってるよ、これ、あ、上は入ってる、拾ってるから大丈夫、ポンポンってやってみて、はい、入ってる入ってる、あ、じゃあ行きましょうか、はい、ちょっと近づいてやろうか、まずはお一人目からということからじゃ入りますね、はい、はい、いいですかね、はい、じゃあどうぞ、はい、ま、あ、そうですね、はい、行きますよ、はい、まずはお一人目から、はい、どうぞお願いします。島田結衣です。出身地は東京都ですです、はい、東京の、出身です、はい、続きまして田本志保です。出身は東京です、はい、田本さんですね、東京の方、はい、そして浦添市出身の赤嶺彩音です、はい、赤嶺さん、出た、浦添市はい、そして那覇市出身の具志堅玲です、はい、具志堅玲さん、那覇市出身ですね、はい、この4人の皆さんにお話をいただきたいと思います。まずはですね、どんなことを学んだのかですね、これ、まあ、具志堅さんから聞いていきましょうかね、どんなことを学んだ、うん、なんか文化とかそういう件を学んで、この文化から観光、沖縄は観光が今有名で、観光のあり方について自分的には学んだのが大きいなと思います。観光のあり方、そう、なんか、うん、この観光、今なんて言うんだろうな、うん、沖縄の沖縄の観光のあり方で、うんうん、この観光客向けの町とかに、観光客がいっぱい来る町が、うん、難しい観光客がいっぱい来るよね、沖縄にね、観光客来るんじゃないですか、うん、はい、で、観光客向けの町にしてってもいいのかなっていう、この首里城の方に勉強しに行って、うんうんうん、この道が白いとか、この景観形成のために、うん、はいはい、そうやってるね、種類とかね、なんか統一した屋根にするとかね、そうそう、はい、そういうふうにして、うん、この観光客向けの街にするのか、地元優先の、うん、地元民優先の街にするのか、うん、そういう観光と住民の共存、うん、共存ね、はどういうふうにしていったらいいのかなっていう、うんうん、那覇市民だから特にそれは思うわけですよね。住んでる、普段自分が、まあ、高校まで住んできた町だから、いや観光客多いのはいいけども、でも市民ファーストなのか観光客ファーストなのか、そうですよね、はいはい、じゃあ続いて浦添出身の赤嶺さん、どうですか、学んだことですよね、うん、今回やっぱ印象的だったのは荒垣チンスコーさんのことですかね、はい、あ、チンスコーの会社に行ったんですね、そうです、はい、うん、どんな、はい、首里城の近くにあったんですけど、うん、今多分那覇の市議会議員か県議会議員、はい、議員さんされてるね、はい、はい、の荒垣義豊さんって、はい、で、はい、方の お話聞いたんですけど、うん、この先祖の方が、首里城の料理人、はい、されてたんです、あ、すごいですねやっぱり首里王府の頃からそういう料理とか、うん、食の仕事をされてたんですね、はい、そうですね、それで7世、はい、7世らしいです、はい、7代今まで続いてるみたいです、うん、このチンスコ屋さん、チンスコ屋さんっていうか、はい、チンスコ関係の、はい、それ、はい、はい、はい、
まあそういう、チンスコの会社っていうのか企業ですよね。結構それで、うん、首里城関連とか琉球関連の歴史も聞けて、うんうん、結構楽しいお話聞かせてもらいました。なるほど。チンスコがまあその琉球王府の頃にまあ出来上がったのかな。でそれが今に至るまでどんな変遷を遂げてきたかとかですね、まあ、どんな、要はここに至るまでいろんなものがあってね、うん、例えば琉球王府の時は独立国みたいな感じだったけど、その後、まあ日本になって、そうですね、さらに、ね、戦争を経て、そしてアメリカが、ね、基地できたとか、ね、アメリカになった、いろいろありましたからね。その中でいろんなことがあったけどそれをどう乗り越えてきたかみたいなこと。そうですね、それの影響で、うん、チンスコの形も変わったりだとか、うん、いろんなことを聞けました。はい、チンスコのことを、ね、中心に見てきました、聞いてきましたということでした。じゃあ田本さんどうですか。はい、私は第一牧師公設市場に行ったことと、うん、はい、そこの会長さんである阿国会長のお話が特に印象に残りました。はい、はい、どんな感じ。そうですね、うん、まず私は沖縄には、修学旅行でしか行ったことがなかったんですけど、うん、牧師公設市場っていうものの存在をまず知らなくて、こういうところがあるんだっていうのも初めて知ったし、うん、会長のお話を聞いて、公設市場が時代に合わせた工夫や市場作りにすごい頑張って力を入れていることを知って、なんか公設市場が沖縄の伝統の食文化を守るための一つの 大切なコミュニティの場所なのかなって思いました。時代を超えた、まあ、チンスコーも、ね、時代を超えたで話があったけど、市場もチンスコーを、まあ市場も時代を、まあ、乗り越えた、時代によって変わってきたということと、あと市場っていうのがこう食の提供だけじゃなくって文化とかの発信とかになってるって感じですかね、はい、そうですね、うん、なんか70年代の市場は生肉をそのまま売るっていうことがメインだったんですけど、うん、90年代以降チラサンブームをきっかけに観光客が多く来るようになったので、はい、その観光客に合わせた、観光客が地元にそれぞれ戻ってもなんか持って帰れるようなお土産作りに力を入れた販売とかもしているっていうお話も伺って、なるほどって思いました、うん、なるほど。観光客、まあ買う人が県民から観光客に移っても、観光客が持って帰って、まあ、それが沖縄の食文化の普及につながるような、そうですね、うん、そういうようなことを、まあ、担ってるということも聞かれたということですね。はい、はい、じゃあ島田さんはどうでしょうか。内縄口っていう沖縄の方言っていうのが最近若い人に受け継がれてないっていうのを話を聞いたんで、もっとその若い人にも受け継いでいって、うん、この伝統みたいなのを残していってほしいなって思いました。なるほど、実際にじゃあ おじいおばあと喋ったりしたのかな。ちょっと、うん、沖縄の方言を喋ってもら、うんうん、聞いてもらって、うん、それを聞きました。あ、どんなこと言ってた。チュラなんとかねみたいな。そんな感じで沖縄のおじおばあにしゃべるチュラなんとかねみたいなねですよね。はい、まあ、方言ですね、文化、まあ、このグループは文化をね、特に興味を持ってということだったけども、今方言の話、言葉の話もありました。あるいはまあ食であったり、チンスコもね食でしたですね。そしてまあ観光とまあ市民がですねどう共存するかみたいな話があったんですけども、まあこういった、まあ、皆さんが伺見てきた中でですね、例えば課題に思ったこととかですね、あるいはこれは面白いと思ったことがあったら教えてほしいんですけども、これ誰からいくかな、喋りたい人からいきましょうか。課題に思ったこと、うん、課題でもいいし、なんか気づきでもいいんですけども、はい、具志堅さんからいきますか、じゃあまた、面白いと思ったことは、いいよ、はい、うん、なんか首里城、うん、この白い道、首里城の前って白い道じゃないですか、はい、で結構最近までもこの首里城を出て、あの首里港の前の道とかも結構白かったんですけど、はい、一昨日ぐらいに行ったら黒くなってて、うん、なんか昔は、昔っていうかまあ去年とかなんですけど、はいはい、もう白い道、うん、
で、この首里らへん結構景観綺麗でいいなと思ってたけど、この最近行って暗い道になってて、うん、なんか理由を聞いたら、うん、このやっぱ高齢者の方たちはこの白い道だとこの照り返しとかがきつくって、うん、とか、うん、このやっぱ白い道でも問題があるんだな、うん、あ、なるほどね、さっき具志堅さんがね、うん、お話をしてくれた景観を、まあ保つ首里らしい雰囲気を出すために、道も白くした。これは、昔首里城の前の道がですね、白いアスファルト、アスファルトっていうのかね、サンゴ礁を砕いて敷き詰めて、それで、非常に光り輝く道にしていたということを、もう一度、現代で再現しようというようなことが、ね、あったようなんだけども、まあそれを、実際やってみたら、まあ、観光用ですよね、観光客にしても、あるいはこの地域にしても、もしこれが首里城の一つのなんか誇りというのかね、うん、地域の、まあ、本当の姿みたいなのを伝えようと思ったところ、まあ、今の時代でいうとやっぱり高齢者にとってはですね、こう白い照り返しがやっぱり眩しくって見えないという話が出てきて、そうそうそう、塗り替えてしまったというようにね、元に戻したということですね。そう、うん、だからこれが、うん、どういうふうに観光客と住民の共存ができるのかなって、うん、なるほど、こういうところからやっていくのかな。あ、やっぱり住民の話も聞いて町を作っていくことも大事だなということですね、はい、なんか行政がこう考える町とやっぱり住民の考える町はちょっと違うんだなと思ってました。そういう違いがあるんだなって思いました。なるほど、はい、これも順番聞いていこうか。じゃあ次、赤嶺さんどうですか。はい、うん、なんか自分が面白いっていうか、なんかなんだろうな、へーって結構心動かされた感じの話なんですけど、うん、そのさっきも言ったんですけど、荒垣チンス校の吉豊さん、荒垣さんがの聞いた話なんですけど、伝統のお話で、チンス校って伝統長いじゃないですか、実は琉球時代からの和菓子ということで、でなんかその伝統っていうのが、その時のベストなものを次の代に渡すみたいな、うん、なんだろうな、多分チンス校って昔はなんだろう、中国とかの影響を受けてか、チンルン校、チールン校ね、チールン校、はいはい、とか一応なんかいろいろ語源もあるらしいんですけど、はい、そのチンス校は琉球の時代から沖縄いろいろあったじゃないですかね、日本復帰とか戦争とか、うん、アメリカ軍の影響とかで、はい、でそういうのを経て、そうベストなものを次の代に渡すんですけど、その渡す継承する際に分からないように変わっているみたいな、チンス校も実は、あ、それ結構すごいなと思って、私たちというか沖縄県民も実は知らないうちに変わってきた、うん、そうですね、なんかやっぱ昔のものって今ないものもあるじゃないですか、小麦とか砂糖とか、うん、はい、やっぱそういうのもベストなものってやって、その時代のベストなものをや受け継ぎながら伝統をつなげていくじゃないけど、結構すごいなと思って、歴史長い間でこんなことできるって。確かに昔あったものが今あるとは限らない、ね、うん、そうですね。でなんかつまり、まあ伝えるということは同じものを作っていくということではなくって、今赤嶺さん言われたように時代に合ったものを、うん、ベストなものを次の世代に渡していくこというようなことなんですか。なんか昔チンス校は菊の花の形、なんか丸、あ、今もありますよね、今細長いですね。そうですね、でもチンス校といえば、うん、あの形は、その荒垣さんのおじいちゃんかな、うん、がアメリカ人との方と働く仕事してて、アメリカの料理人の方と仲良くなっていろいろもらえたらしくて、でそのミルククッキーの型ももらったらしいです、うん、あ、クッキーの型に、じゃあその、うん、本当は丸かったのをその今の、ね、生地を入れて作ったらあの形になって、うん、今の形になった、うん、らしいです。それはちょっとショックですよね。ショック、ね、ショックですか。すごいね。だからまあチンス校もその本当昔からある形っていうのをそのままやってるんじゃなくて、そうですね、いろいろな影響を受けてますね。面白いですね、食文化。琉球はいろんな時代を経てきたから、やっぱりそういうところにも影響があったということですね。そうですね、はい、
じゃあ田本さんはどうでしょうか。公設市場のお話でしたけど、あ、はい、そうですね、公設市場はただ市場で物を売るっていうことだけじゃなくて、最近ではなんかその市場で買ったものをすぐになんか買って調理できるような調理教室を2階に設けてたりするっていうお話を聞いて、うん、なんかそういうことでなんか調理して伝統料理を作るっていうことが伝統文化を伝承する人材育成につながるのかなって私は思いました。なるほど、今公設市場は、去年まであった古い建物を壊して新しい建物というか、まあ、仮設の市場にしてるんですね、まあ、その中で、これから、そういう調理をしていくような場も作っていく、それがまあ琉球料理の伝承であったり、あるいはまあ伝えていく、次の世代に渡していく、そういうことに公設市場が機能として役割を持つというようなことをやってるってことですかね。はい、うん、あと沖縄料理とか泡盛を世界遺産化を目指しているっていうお話も聞いて、そういうこともなんか調理教室を設けたことがきっかけになるのではないかなって思いました、うん、食の世界遺産ですね、はい、目指してるんですね、はい、じゃあ島田さんは言葉のことでしたけどどうですか。あ、違うことでも大丈夫あ、いいよ別に、はい、首里城の石垣が最古のアスファルトっていうのをすごく驚きました。あ、首里城の石垣がね、まあちょっと違いますよね。本土で見る石垣とちょっと違って、まあ石灰岩、琉球石灰岩ができていて、でそれらがまあ非常に何て言うかな、高度な技術で作られているというのはよく分かってますね。でそれからまあアスファルトっていうのか、まあ下に敷いているところがまあ、石垣で、ね、琉球石灰岩を敷き詰めて石アスファルトにしてましたけども、これも非常に世界で古いもんだということだったんですね。これでも本土ではあまり見ないですよね、こういう形のね。ね、石垣だけじゃなくて、まあ、道なんかもそうだったんですね。これはなんか、なんでそういう琉球の石がそういうふうになってるかってなんか聞いたりしました？わかんないです。なんかね、切りやすいとかね、加工やっぱ柔らかいから加工しやすいってことがあるらしいですよね。はい、まあいろいろ皆さんね、それなりにそれぞれ勉強してきましたけども、最後じゃあまとめということでですね、皆さん学んだことをですね、まあ、これから自分の学びにどう生かしたいのか、あるいはまあ課題なんかもね、もしかしたらあったかもわかんないけども、もっともっとこうしたらいいんじゃないかということを、まあ、沖縄出身者の目として、あるいは、東京から沖縄に来てみてですね、1週間勉強してきて中でですね、気づいたことを話してください。これは誰からいきますか。やっぱり例によっても試験から自分はこの研修を通して、うん、今まで沖縄の観光、これからどうしていく、なんか観光業に就きたいなってアバウトに考えてて、これから観光ってどうしていった方がいいのかなって考えてたけど、何も案が自分の中で浮かばなかったんですけど、この研修を通して観光は人に見せるだけじゃダメなんだっていうことを気づいて、このやっぱり住民が住んでないと、なんか観光はその地で住んでる人を見に来るものが観光って話を聞いてて分かったので、なんか観光は人に見せるだけじゃなくて、この地域住民も大切にしていかないと成り立たないものなんだなって分かったので、このこれから考えるときはこの観光人に見せること、沖縄を伝えることも大切だけど、地域住民も楽しく心地よく過ごしていくためにはどうしたらいいのかなっていう視点もこれからつけていきたいなって感じました。なるほど、県民としてね、はい、市民として住む人あっての観光だなってことを強く感じたってことですね。はい、はい、いいですね。じゃあ赤嶺さんどうですか。はい、自分は今年10月に、今年じゃないか、去年、10月にちょっと燃えちゃった首里城なんですけど、やっぱ那覇市とか浦添市に住んでる身からしたら、絶対にもう今すぐにとも、は言わないけど、すぐにでも再建してほしいなって思ってたんですけど、今回の研修で宜野湾市とか名護市の貧困についてもちょっと学んで、これってなんだろうな、あで寄付金も約20億集まってるって話聞いたんですけど、今すべき
ことが果たして首里城再建なのかなみたいな、うん、他に何だろうな、貧困とかでお金が回ってないらしくて、そこに回すじゃないけど、一応みんな首里城のために寄付してくれてるんで、どうなんだろうってちょっと考えが変わりました。そう、子どもの貧困のことなんかも今回学びましたから、うん、やっぱり、そういうところにもお金を回す方が必要じゃないかなってこと思ったんですね、うん、はい、じゃあ田本さんどうですか。やっぱり今回沖縄の研修で学んだことをやっぱり伝えるっていうことが一番大事なのかなって思いました。やっぱりこういうラジオとかそういうメディアとか SNS とかを通じて情報発信していくことが私たちにできることなのかなって思いました。あ、なるほどね、伝えるね、今日まさにその機会ですよね、はい、ありがとうございます。最後、じゃあ島田さんお願いします。沖縄の人たちがすごいあったかくてフレンドリーな方が多くて、みんな地元愛がすごい強いなって思いました。でもその反面で貧困の問題とかがちょっと暗い沖縄の部分が見れたのですごく勉強になりました。今まで、ね、考えてた沖縄の温かさだけじゃなくて苦しい辛いところもあるんだなということがあるんですね。はい、今日は生活とかですね、あるいは、文化ですね、こういったところを勉強してきた4人の学生にですねお話していただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。